今回は、ハイブの新ミニゲームパルクールワールド、キャプチャーザフラッグにレベル追加、スカイボーズにウィークリーアイテム、レッドボーズの登場が近い、などのアップデート情報を解説していこうと思います。キャプチャーザフラッグレベル&マッチ追加。1月25日、キャプチャーザフラッグにアップデートが登場しました。レベルが30追加され、最大レベルが20から50になりました。新たなレベルの報酬には、新アイテムが存在し、今までキャプチャーザフラッグで着せ替えることができたアンロックは、フラッグ、アロートレイルの見た目を変更できるものでしたが、今回の新レベルでは、倒した時にチャットで表示されるセリフを変更する、キルフレーズ。アイテムステーション、アップグレードステーションのアンロックが追加され着せ替えできるようになりました。キャプチャーザフラッグではレベル20になると、コスチュームが入手できましたが、レベル50になると、新たにフラッグナイトコスチュームが入手できるようになりました。公式サイトでは、報酬まで必要な経験値などが記載されているので、リンクを概要欄に貼っておきます。またレベルだけでなく、新マップも追加され、ソーラースケープが追加されました。サバイバルゲームに新マップ。24人のバトルロイヤルゲーム、サバイバルゲームに新マップが登場予定と発表されました。今年の1月10日に、ボムボックスの UI 変更や、救援物資が登場するアナウンスの UI も追加されたので、今後のアップデートに期待です。スカイボーズウィークリーアイテム。スカイボーズに週替わりのアイテムが登場する予定です。詳細については明かされていませんが、週替わりにアイテムが削除されたり、追加されるのかもしれません。この追加されるアイテムとして候補が上がるのが、サバイバルゲームのクモの巣爆弾や、ブロックドロップの羽など、トライデントやクロスボウ、完全新規のアイテムにも期待ですね。新ミニゲーム、パルクールワールド。新ミニゲームのパルクールワールドが登場する予定です。これは文字通りパルクールをテーマにしたゲームで、マイクロハブのみが実装されるようです。いつでも気軽に参加、離脱ができます。デスランのようにロビーがあって試合が始まるといったものでは、なさそうです。パルクールワールドでは、様々な難易度のパルクールが複数あり、マップは時間とともに入れ替わります。現在のメインハブや、スカイボーズマイクロハブにもパルクールはありますが、これよりもさらにすごいものになるそうです。わがとまの予想としては、過去に存在したアーケードハブのパルクールにあった、移動する床やジャンクパッドなどが登場し、個性的なものになると思います。現在のハブには NPC の空きスペースが一つあるので、この場所に追加と思われます。また、他のミニゲームと同じように、レベルが追加されるのかはまだ不明です。パルクールをクリアすると経験値がもらえるのかもしれません。レッドボーズ。長らく登場が期待されている、新ミニゲームのレッドボーズは、近いうちに登場します。登場する2週間前に運営から発表があり、経験値が2倍になるイベントが開催されます。それまでに先ほど紹介した、スカイボーズやサバイバルゲームのアップデートが来るそうです。ハイブに関するアップデート情報などは、わがとまとのツイッターで投稿しているので、よかったらフォローよろしくお願いします。これからのアップデートについて、考察などあったらコメントお願いします。